陸上は男子110メートル障害が厚い。6月30日閉幕の日本選手権後にパリ五輪代表は、昨夏の世界選手権で日本勢初となる5位入賞の泉谷俊介、24、イコール住友電工、日本選手権 V の村竹ラシッド22、ジャル、高山俊也、29、イコール前輪、に正式決定した。 同種目の元日本記録保持者で2021年東京五輪代表の金井対応氏対応、太陽28、イコール水のブランドアンバサダー、に日本製初となるメダル獲得へのポイントを聞いた。取材構成、高橋浅香、表で見る、陸上、男子パリ五輪110メートル障害代表の比較金井さんは2019年世界選手権と21年東京五輪を経験している、陸上を知らない人も、 ボリンは知っている。注目度で言うと段違い、桁が違うような感じはあった。誰もが知っているからこそ、みんなが目標にしているポイントの一つだと思う代表三人の特徴は、泉谷選手、村竹選手はどちらも空中時間がちょっと長くて、インターバルの刻みが早いタイプなので少し似ている。泉谷選手は足首がすごく硬くて、踏み切った瞬間に普通なら、足関節が、 ブニュっと一旦潰れて、角度変化があって、から踏み切るが、潰れずそのままの角度で踏み切れる。踏み切り時間が短いのが特徴的で強みだと思う、泉谷の性格は、目指す位置がすごく高い。メダルとか、上しか見ていないのは昔から。絶対に自分ならどこかで勝てるっていう感じがある、村竹の特徴は、パワーもついて、ぐっと前に体重をかけられる。踏み切りも強くなり、 重心が高い位置で飛べるようになって、ハードルに接触しなくなった、高山は大舞台でハードルに接触せず、減速をあまりしない。二人に比べて重心がすごく高い、世界から一番遠いとも言われたハードル種目が、メダルを狙えるまで強くなった要因は、三人以上も参加標準記録の突破者がいて、自分がちょっとでも失敗したら五輪に出られないから頑張らないとという相乗効果でタイムを狙える。 同じ日本人として、泉谷選手が決勝に行けるなら自分も、と刺激を受けて、どんどん速くなっている。12秒台は時間の問題だと思う。メダルを争うのは、東京五輪銀のグラントホロウェイ、米国だ、だ